当のガチな方向音痴にあった。いや、よく使うじゃないですか。いや、俺方向音痴だからとか。それはね、いいんだよ。で、さっきね、ちょっと友達がね、うち泊まりに来るって言うから、じゃあここ来て、つって。僕んちの、まあ、住所を送ったわけです、LINE ね。で、着いたって言うから、で、今から下行くよって言ったら、で、ここだよとか言ったら、写真送ってきたら、それ見たら、全然違うところにいるわけですよ。僕のね、家はね、一応タワーマンション分かりやすいはずなんだけど、まあ、ちょっと違うところにいて、そこどこだよっつって、で、近くの写真送ってって言ったら、なんか丸いの写真送ってきたわけよ。でもね、その時点でね、問題が。駅から見て、西口じゃないの、東口にあるのに、西口にいたわけよ、そいつは。その時点でね、もう論外ですよ。住所アプリで入力してんのに、わかんない。ガチな方で、方向音痴。頭が痛いね。ガチモンの方向音痴の彼にちょっとね、インタビューしたいと思う。君は正気なのかと。西口から東口に来るだけで15分かかる。なんかジュンクロの方いるんだよ。なんか意味わかんないんだよ本当に。あと何分で着くのって聞いたら、もうすぐとか言って、いやもう無理だ、写真撮れっつって、で写真撮らせて、そこ行くから多分あそこにいるんだけど、なんであそこにいるかがわかんない。これでもし動いててそこにいなかったらもう終わりだよ。まあいいよ、ちょっと言い訳してみろ。ガチ方向音痴に任命する。いや、俺住所をマップに入れたわけよ、多分あれが、いや、まあ住所が間違ってると思うよ。なんだろうね、機械が、俺これがおかしいんだよ。おかしくねえだろ、何使ってんのお前さ、iPhone6? 6の6だろ。ガチモンの方向音痴に会ったの俺初めて、本当に、本当にイライラする。いやいや、いや俺はね、俺はお前みたいな、ヒロムの周りに入れたかもしれない。なんだこいつ、もうダメだ、終わり。